ゆうさん。皆さんこんにちは、いつも生き毛元の陽一郎です。そして皆さんこんにちは、シンガーソングライターの石岡正隆です。はい、ということでゆうスタイル、今回はなんと90回です。はい、あと10回で100回ですよ、3桁。さあ、そんな90回の、ゲストなんですけれども、シンガーの渡辺沙織さんです。実はですね、このコロナウイルス、新型コロナウイルスの影響で半年以上ですね、延期になったんですけれども、非常に意欲的に、出演してくださるということで、とても、楽しみです。ぜひこの動画最後までご覧ください。どうぞ。 You Style。子どもの頃にエレクトーンを習っていて、ちょっとおとなしいタイプの子どもだったので、表現するのが楽しいなって思って、高校で演技と歌とあとダンスを教え学ぶ高校に進んで、その時に劇団四季の35周年記念の CD を聴いて、その中にシャンソンが入ってたんですね。私の心はバイオリンという曲を聴いて、あ、なんて美しいんだろうと思って、私もこんな風に素敵に歌ってみたいと思いまして、歌を始めるきっかけになりました。この一曲の中に人生が入っているっていうところがすごく魅力だなと。今後自分が人生経験を重ねる中で、もっと知りたいっていう気持ちがあります。まずはそのちょっと基礎をちゃんと習いたいと思って音大へ進んで、卒業して、歌唱コースっていうコースがありまして、それを受験してオペラ座の怪人の演目に配属されて、立たせていただくことができました。すごく嬉しかったですね。やっぱりこう目指してたっていうのが、あるので、頑張ろうって思いました。そうですね、もちろん厳しさも味わいましたし、技術はもちろんなんですけれども、そうですね、体力人間の体力精神力、絶対にやるっていう気持ちが大切だと思います。はい。
ありがとうございます。あ、好きな場所、空がすごく綺麗だなと思っていて、本当まさにこう空のキャンバス、うん、なんか今日の空の色何色かなとか思いますね、うん、そうですね、今回のユースタイル90回目ということで、すごく歴史があるじゃないですか、演じる側もそうですし、スタッフや関係者の皆様と陽一郎さんと石井が築き上げてきた舞台にすごく自分の一員として立たせていただくっていうのは本当に光栄なことですし、嬉しいですね。歌は本当私にとって人生を助けてくれて、こう豊かにしてくれる、友達でもあり、また先生でもあり、恋人のような、かけがえのない、多分一生やっていくんだろうなって思ってます。なんかどんな時もこうユーモアを持って歌い続けていきたいなっていうのはあります。もう一人の私がこういうなんか元気出して大丈夫っていう私がもう一人いるみたいな、ちょっとユーモア大事かなと思います。さあ、ということで今回の、ユースタイル一試どうでしたか？いやー、すごく素敵なステージでしたし、うん、まあ、沙織さんの歌声も良かったですし、うん、サポートメンバーでね、ユースタでおなじみの、早川パパとかカルロスさんとかとまた一緒にご一緒できたっていうのもすごく嬉しいことでしたね。内野、うん、さん、いかがでしたか？そうだね、沙織ちゃんのことはすごく前から知ってたんだけど、こんなに自分の世界を持っているそういうシンガーだってことを改めて感じることができて、そしてもうすごく感動しました。はい、それからその歌の力、歌が人を励ます力っていうのをすごく感じることができて、とても幸せでした。ということで今回のユースタイルはここまでとなります。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。私のスタイル YouStyle、 あなたのスタイル YouStyle、 街がステージになる YouStyle、 YouSmile、 浦安 YouStyle。